処方箋だけだ結局は。で土曜日に行ってくるしかないな。四ツ橋クリニック、なんだか解決しねえな。そこのしかも雨降ってきてるし、あ、本当だ、これだ、釣りを買う。ああ、これか。いい天気。で、あのおっさんタバコ吸ってはね。これか、製剤薬。ありますね。どれだ。はい。はい。初めて、はい、初めて。え？はい、はい。はい、全然、はい。本日実際なしなしなし、他の病院ね。心臓病、心筋梗塞ってとこ。そうだ、はい、乗った。運転するしない、はい、保険証持ちです。保険証、はい、はい、はい、保険証、はい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 、すいません、はい、はい、はい、ちょっとトイレ借りよう。よいしょ。あ、ごめんなさい。よし、はい、はい、これは、よいしょ。あ、ここ開けっぱなしにしちゃったの。大丈夫かな、落としてきてねえか。いやいや、え、バイクの鍵を開いて、で、次は、予定は、西警察署へ住所変更。この橋を渡って、警察署ってどこだ？これ渡って、この辺りか。すいませんでした。四ツ橋クリニック。
四ツ橋クリニック。伊藤さん、はい、四ツ橋クリニック。四ツ橋クリニック。住所変更しましょう。住所変更。うん。変更。Yeah.
ード、免許証、あれだ、これか、免許証これ。次あたりかな。忙しちゃいけないんだ。はい、はい、行きます。あ、またごめんなさい。はい、はい、フルバスタチンの、フルバスタチンって今までずっと名前てる10ミリのがあったと思うんですけど、はいはいはい、今ちょっと在庫置いてなくて、はいはい、近隣に確認したんですけど、はいはい、もどこにもないので、はいはい、今日ちょっとお渡しすることは難しいんです、はいはい、土曜日やってます。土曜日がね、ちょっとうちやってなくて、あ、はい、で、まあ、送らせていただくか、もしくは来客って形で対応させて、送らせてもらうか、はいはい、または、来客っていう形で来客、ああ、うん、平日だったらもう来れない。あ、だったら、うん、送らせていただきます。あ、はい、で、ちょっとそれもね、卸も今入ってくる、いつ入ってくるか分からないので、はいはい、確認してからまたお呼びします。わかりました、はい、はい、少しお時間いただきます。あ、全然あの1ヶ月ぐらい薬あるんで大丈夫ですよ。はい、そうなんですか。はい、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 これは領収書、初心って1回で終わりだよな。来るんじゃなかった、日生病院。全く意味がない。やばい、まだかな。